カドシャパールは、バルトーク・グベーラゴの世代のハンガリーの作曲家、ピアニスト、ピアノ教師。初期の作品は、ハンガリー民謡の影響を受けており、後期はヒンデミットに近い表現主義的な作風となった。レバに生まれ、国立ハンガリー音楽院で s 計ゾルターンにピアノを、コダイに作曲を、ベイネルに室内楽を学ぶ。長年フランツリスト音楽院のピアノ歌手にを務め、 教え子には、リゲティジェルジュ、クルターグ、ジェルジ、シフ、アンドラーシュ、コチシュザルターン、ラーンキデジュー、セルバンスキー・バレリア、キシュジュラ、カバイエロナルド、ヤンドウ、イエネ、ケメネシュ・アンドラーシュラがいる。主な作品に、2曲のバイオリン競争曲、4曲のピアノ競争曲、交響曲、ディベルティメント、室内楽、カンタータ、映画音楽、ラジオドラマ、オペラ、 ダスアーベントイヤーホンハジアットがある。各局では、ハンガリー民謡からのリズムとメロディーの影響が見られる。ありがとうございます。